読売ジャイアンツ対阪神タイガースのゲームを解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはジャイアンツの先発松岡、マウンドに上がりました。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。さあ初球は何か、打ちました。次が2球目、内へのボール外れました。胸元へ決めてきました。ストライクです。ワンボールツーストライクです。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はセンターへ。バッターは2番に入っているロサリオ、松岡。まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース決まってストライク。2球目決まっています。これが3球目、3球目見送っています。ボール。これが4球目、低めは外れました。5球目は何で来るか、長っと当ててしまいました。デッドボール。あー、完全にすっぽ抜けてますね。バッターボックスには3番糸井、デッドボールのランナーが出ています。打ちました。さあそして打席には城島が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏には先制のランナーを置いています。まあやはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。打ちました。さあこれからタイガースが守備につきます。そしてマウンドに上がるのは、バッターは神里。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。低めの球、ワンボールツーストライクと追い込みました。バッターは2番に入っている和田、能見。まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。クリーンナップが登場します。バッター中村。ツーアウトランナーありません。先発ピッチャー能見、そしてキャッチャーは城島。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。インサイド落ちました。次の球もストレートでいいでしょうね。なるほど。さあどう来るか。引っ張った。2回表に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックスには5番鳥谷。タイガース得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、打ちました。流しました。打席には6番バッター福留、松岡。まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った。バッターは7番に入っている大山。2アウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが、2球でアウト、あっという間に2アウトです。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですよね。アウトコースへのカーブはボールです。ボール先行です。打ちました。2回の裏、さあジャイアンツこの回は4番から始まります。松井が打席に入ります。タイガース得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。
初球打ち。5番バッター甲斐、能見、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスには代打の糸井。さあ西さん、ここで切り札登場ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。インサイド打った。落ちる球を持ってきました。インコース落としました。高めちょっと外れたか。いいボールですね。はい、外のストレートがストライク。フルカウントです。さあどうだ。変化球打った。打順は6番マルテ。ツーアウトランナーありません。初球は何で来るか。大きな変化球持ってきました。ナイスボール。このクロスワイヤーがいいですよね。はい、ストレートが決まっています。ノーボールツーストライクです。バットに当たりません。三振。スリーアウト、チェンジ。はい、ここでジャイアンツ守備を変えてきました。3回に入ります。タイガースの攻撃。さあここで迎えるバッターは DH 糸原。タイガース得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。初球は打ち。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。そうですね。うちのボール打っていった。さあそしてバッターボックスには大和が入っています。ここは高打順ですから、勝負どころですよ。さあチャンスが続き満塁の場面。なかなか先制点にたどり着けませんでしたから、この流れで得点したいですね。なるほど、そうですね。これは変化球。さあ3球目は何か。ふわふわっと上がった。さあそして打席には近本が入ります。いい場面でいいバッターが続きますね。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続き満塁としています。まあこのチャンスは逃したくないですから、ここで得点してしまいたい。ジャイアンツピッチャーが変わります。一打先制の まず何を投げてくるか。まずはインコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。インコースの変化球見ています。外の球打った。タイガース均衡破り。改めてお聞きしますが、バッターのロサリオ、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況によって。初球打っていった。バッターボックスには3番糸井。タイガースこの回1点を入れています。さあついに得点を奪って、なおも追加点のチャンスを迎えています。初球いきなりインコース、強気な攻めをしてきます。バッター有利なカウントになりました。ストレート打っていった。タイガース追加点を挙げました。3対0。一塁牽制。ランナースタート。ジャイアンツ最後の攻撃になります。バッターは外。
タイガースリードで迎える最終回です。さあ援護点をもらってのこの回のピッチングとなります。まあそうですね。レフトへ。さあそしてバッターボックスには高橋が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたがピンチは続きます。ここはこのまま抑え切って勢いづかせないようにしたいですね。なるほど、そうですね。このストレートは外れています。次が3球目、これは落としてきました。ワンボールツーストライクです。誘ってきましたが見極めています。ふわふわっと上がった。さあそして打席には坂本が入ります。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。ここはこのまま抑え切って勢いづかせないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。ちょっとカウント苦しくなっています。3球目は何で来るか。このクロスファイヤーは効果的ですよね。はい、低めにストレートが決まっています。打ち上げた。最後は内野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。能見見事ノーヒットノーランを達成しました。タイガースが相手打線を完璧に抑え。福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガースのゲームを解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはホークスの先発山岡マウンドに上がりました。どう抑え込んでいくのか注目です。セーフティーバント、いいところに転がっていれば面白かったでしょうね。そうですね。いいボールですね。はい、変化球が決まっています。ノーボールツーストライク、ボールになります。さあ4球目は何か。危ない球です。打った。得点圏になった。さあそしてバッターボックスにはロサリオが入っています。さあ一打先制のチャンス。ここはぜひとも先制して試合を優位に進めたいですよね。なるほど、そうですね。さあそして打席には糸井が入ります。さあワンアウトになりましたがなおもチャンスは続きます。なんとかここで先制点を取って主導権を握りたいですね。なるほど、そうですよね。打ちました。さあそしてバッターボックスには城島が入っています。さあ2アウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そうですね。引っ張った。記録はエラー。さあそして打席には鳥谷が入ります。さあチャンスが続きます。いい感じでつないでるのでこのまま先制点を奪って主導権を打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ、入れません。バッターボックスには6番福留。タイガース見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、ああいった形で先制できると流れも引き寄せられますからね。さあこれからタイガースが守備につきます。糸井が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。
厳しいところに決まりました。ストライクです。スピードボールを持っています。打ちました。ライトに大きな打球。さあ、そしてバッターボックスには坂本が入っています。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。打ちました。さあ、そして打席には丸が入ります。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、ピンチは続きます。最初からコーナーをついてきます。引っ張った。さあ、そしてバッターボックスにはロペスが入っています。さあ、ツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。渾身の一球。外れていきます。インコース打ちました。いい当たり。打ちました。2回になります。7番から始まるタイガースの攻撃、バッターは大山。タイガースリードで迎える最終回です。ライト方向を流しました。バッターは DH 糸原。山岡、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、まっすぐできました。ここは150キロを超えてきます。インサイド落ちました。バッターは9番に入っている大和。ツーアウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが、4球で2アウトになっています。ちょっと淡白な攻撃が続いてしまっていますよね。はい、これはバットが泳ぎます。あっという間に2ストライクです。3球目見送っています。ボール、引っ張った。ソフトバンクホークス最後の攻撃になります。6番バッター城島。タイガースリードで迎える最終回です。初球ボール、まあ、このカウントは狙っているボールだけを打っていく感じですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。改めてお聞きしますが、この城島どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね、状況にもよりますが、基本的にはホームランを狙っていく思いっきりのいいバッターですね。ああ、なるほど。打ちました。バッターは7番に入っている柳田。ガルシア、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、高く上がった。頭上ぐんぐん打球伸びてアウトコース。打席には1番バッター山田。タイガース最終回で点差を縮められています。西さん、ここは追い上げたいですね。いや、このチャンスはね、つなぎたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。ボールになります。食い込んできましたね。いいクロスファイアですよね。はい、ストレート空振りでストライク。ツーボールツーストライクです。インサイド落ちました。いいプレーが出ます。ボール。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。これで3アウト。試合終了になりました。タイガースが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、1点を争う。
読売ジャイアンツ対阪神タイガースのゲームを解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはジャイアンツの先発大谷がマツダスタジアムのマウンドに上がります。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。ストライクになります。これが3球目。ここは釣り玉は振らないように注意したいですね。なるほど、そうですか。ボールカウントはワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。さあ先制のランナーが一塁です。バッターは西岡。ここはバントでいいと思いますね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。アウト。バッターは3番の糸井。ワンアウトになっています。いきなり牽制。打ちました。さあこれからタイガースが守備につきます。坂本が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球打ち、打球はセンターへ。バッターは2番に入っている井口。まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは西、そしてキャッチャーはジョージ。初球打ち。バッターボックスには指名打者のバース。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁牽制。まあ走ってくる可能性を考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動きませんでした。一塁ランナーはそのままです。さあ3球目は何か。3球目打ちました。大きな打球になった。さあそして打席には柳田が入ります。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですね。釣り玉、しかし誘いには乗りません。次が3球目。これは見送ってボール。ボールが3つになります。フォアボール。ここは勝負を避けた形です。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。初球甘いコースの変化球ですが空振りになります。ここは見ます。一塁線。ジャイアンツ先制しました。ここは三振を取りたいですよね。なるほど、さあどういうリードをしてくるのか。変化球を見極めます。アウトコース、ファウル。3球目は何で来るか。打ちました。さあそしてバッターボックスには岡本が入っています。さあ2アウトにはなりましたがピンチは続きます。まあここはこのまましのぎ切って味方のライト方向を流しました。試合は最終回まで来ました。追いかけるタイガースの攻撃。4番バッター城島。初球打ち。バッターボックスは5番堀谷。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、流しました。初球空振りです。
く見極めましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。高め打ちました。さあそして打席には大山が入ります。さあ得点圏にランナーを置いています。とにかくつないで1点ずつ返していけばいいです。変化球打っていった。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど。おっとどうだ。これが3球目。ライトへ。バッターボックスは8番糸原。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。さあタイガースその得点差を詰めていこうかというところ。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは最後はファールフライ掴んでアウト。これで3アウト。